日本保証に8議員加入、参院選維新で出馬経験者もということでですね、本日はこちらについて触れていきたいと思います。はい、まあ、今後ですね、それこそ百田直樹さんが作った百田新と日本保証が まあどれぐらいですね、まあ、勢力を拡大していくのかっていうのが、まあ、個人的にもねちょっと注目ポイントだったり、えー、するんですけどもそこに有本香織さん、えー、そしてですね、名古屋市長の河村隆さん、えー、荒川区議員の小坂永さんそこが、ねえー、参加されていてっていう状況だったんですけども、えー、昨日、ですね、まあ、日本保守党の発表がございまして新たに8名の現職の地方議員さんが加入されたということで、まあ、こちらはねどういうメンバーがいるのか、えー、今日はね触れていきたいなと思います。はいえー、8名の、ね議員 さんがいま,してまあそれこそですね、まあ、1期の、えー、新人議員から、まあ、6期のベテランまでいるという状況で、まあ、地域的にいくと、まあ、関東関西 えー、そして東北、四国、九州、まあ、いろんな地域の、えー、方がいるっていう状況なんですけども、まあそんな中でですね、僕もこのメンバー見て、あれ、この人知ってるぞっていう、えー、人もいたり、まあ、本当に知らないんで、誰なのか調べようみたいなね、形で、まあ、ちょっと調べた方もいるので、まあ皆さんにね、まあ、どういう人がいいのか共有をしていきたいなと思います。はい、まずですね、 もう伊勢崎のジャンヌ・ダルク、えー、伊藤淳子さんですね。まあ、僕も、えー、と2022年の伊勢崎市議選を、ね、見に行っていて、まあ、この選挙ポスターはかなり、ねえー、印象的に残っていたので、まあ、伊藤淳子ってあの人かっていう,、ね、もう感じにはなっていたんですけども、えー、こちら、選挙カーですね、伊藤淳子さん。はい でまあ、伊藤淳子さんはもともと自民党にいらっしゃった方で、まあ、去年、補償のできたタイミングで、まあ、自民党を、ね、離党しましたというです、ねまあ、こういった投稿などもされていた方になっておりますと、はい、で実際2022年のこの伊勢崎市議選のタイミングでは。 えー、自民党の髭の隊長、えー、佐藤正久、えー、参議院議員もこう応援に入られていたっていうような、えー、状況になっているので、まあ、自民党の中でもかなり保守的なポジションを取られていた、えー、方になっていたのかなと思います。で、今回、えー、日本保守省に入られたっていうような、えー、状況ですね。はい。まあ、この方がまず入られたと。はい。そしてですね、まあ、この方、えー、水野成明さん。はい。 まあ、これは日本保守の、えー、所属議員となりました水上なるあきです。仁徳天皇陵のある堺市から報酬の旗をなびかせ、日本を立て直しのために尽力する所存ですということで、え百田直樹代表との写真はえ2年半前、昌平塾のものでっていうことで書かれているんですけども、でこの昌平塾っていうのは、それこそアパホテルの、えー、トップの方がやられているような、ね、この塾になっていて、まあ、そこに参加されていたと、その時に撮った写真ですというふうに言われているんですけども、でね、この水上なるあきさんが、まあ多分ね、 皆さんも,もし選挙マニアの方とかね思い出した方はこう参院選の全国履歴2022年に維新から出られてた方なんですよ。もともとね、堺市議、えー、6期西区でね、えー、やられていた、えー、方になっていて、でまあ、そこで、まあ、大阪を拠点にしている現職の議員さんで参院選全国履歴、地方議員2人出てたんですけども、その両方とも落選したっていうような、えー、形でございましたと、はい。で、この西区といえばですね。 もともと今の維新のトップをやっている馬場伸幸さん、馬場代表が、えー、やられていた、えー、地域になっていて、それこそですね、えーと、2011年の堺市議選の西区、1位が維新の馬場さんで、2位が維新の水上さんだったんですよ。はい、で、今回、まあ、馬場さんが国政トップのね、えー、国政の、えー、政党のトップになって、そして水上さんが日本保証に入ったっていう今、状況になっております。はいで あのー、参院選で落選した後に、まあ、堺市議選でやられるんですけども、この時はもう維新ではなくて無所属で出ます。まあ、維新は、ね、もう参院選出るんだったら、もう次の、ねえー、市議選出たとしても公認しませんよみたいな約束だったらしくて、えー、公認もらえずに無所属で出たという、えー、状況なんですけども、ここで無所属ながら、なんと当選します。結構、維新の、ね、公認外れて、まあ、実際2019年の6897票から、えー、3653票までかなり票数は、ね、減らしているんですけども、まあ、多くの議、ね、員、えー、さんが維新で こ,こに得られなくなると、その後落選するっていう流れが多い中で、なんとか水野上さんは、えー、当選することができたと。実際、酒井市議選の西区に関しては、維新の新人とか落ちたりしてるんでね、まあそういった状況でございました。で、ただですね、水野上さんはかなりね、維新の支持者から結構嫌われてるんですよね。まあというのも、まあこういったね、無所属へ出たりみたいなところもあったりとか、あと2023年のこの酒井市議選のね、 直後に高い失笑戦というのがあったんですけども、この大阪ですね。で、これ現職 vs 維新の公認候補の戦いがあったんですよ。はい。で、ここで水上さんは、 こう維新公認の方ではなく、現職の方を応援したんで、これは何事だみた,いみたいな形で結構叩かれていたっていうような、えー、状況ですね。何のために参戦全国威力を応援したんだみたいな形で、維新の支持者がちょっと切れさたみたいな、えー、そういった、えー、状況があった方です。はい。まあ、水の上さんね、これだから政令市の、えー、市議がね、日本保証で一人、えー、いるということで、ここもね、ちょっと注目なのかなと思います。はい。えー、そしてですねあの、小林武さんですね。はい。 まあこの小林武さんは茨城県上総市のえ市議会議員をえやられている方でもう4期務められているとはいでもとと陸上自衛隊出身でまあ農業法人の代表などもやられているというようなえ方なんですけどもでこの小林さんに関しては2012年の8月のタイミングでまあいろんなねえ全国のまあそういう地方議員さんとかこう尖閣諸島に こうね、え上陸ししようととする動きみたたいなのがありましたとでそこにこう参加されていた、えー、方になっていてまあ、それこそですね、あのー、船に乗っているときに荒川区議の小坂区議とツーショットでこ石垣島から尖閣諸島に向かう、えー、船の中で写真を撮っていたりとかも、えー、していたような、えー、方になっているのでまあ、そう考えると小林さんが日本本省に入っているのはわりとしっくりくるのかなと、えー、思いますね。はい、で結構のががですね発信が え中心になっている方で結構岸田さんとかも批判されてるような、えー、方になっております。で結構珍しいなと思ったのがなんかね茨城の上総市過去なんですけどもなんかあの会派で絆っていうですね会派がございましてその会派の選挙カーみたいなの作ってたんですよ。 会派でこう演説するみたいな時に、まに、あ、絆って書かれてるような、こう、街宣車みたいなのを作っていて、な会派でね、そういった街宣車を作られて、活動されていたっていうのは、すげえなんか珍しい光景だなっていうふうに思いました。はい。まあちょっとそういった方もいるっていうような、えー、状況です。はい。そして、えー、高田達也さんですね。はい。えー、日本保守所属議員の、えー、由布市議会議員、高田達也です。 安倍晋三元首相のまいた種の一人として、雑草ですが力強く芽吹き、地方から日本を豊かに、強く日本保守党の統制拡大のため、日々活動していきますというふうに書かれているんですけども、でこの方、大分県のね、まあ、由布院とかのある由布市議会の、えー、方になっていて、元稲作農家やられております、株式会社農業の代表取締役をやられていて。 いる、えー、方になっておりましてで、この農家としての活動がですね、まあ、昔ですね、結構あの地元メディアに取り上げられているような、えー、方になっておりました。それこそ大分建設新聞さんとか、えー、OBS ラジオさんとか、そういったところにも、ね、取り上げられる、まあ、結構若者とか巻き込んで、まあ、結構農業とかもやられているという、えー、ところで、まあ、ちょっと話題になっていた、えー、方になっておりますと、はい、なんなら2017年、最初のね、この由布市議選に出たときに関しては、選挙カーに稲のマークを載せるというですね、まあ、そういった いった、えー、ところもやられていた、えー、方になっていてで、当時の最初の選挙の時には自民党の江藤誠志郎さん、国会議員ですね、えそこのため書きが、えー、来られたりとか、まあ、自民党の、ねえー、国会議員の何人かのため書きが、えー、来られていた方になっております。はい、で最近、この方が、ね、ちょっとニュースに取り上げられているのが、データマックスさんってですね、まああのー、九州とかの、あのーまあ、いろんな。 情報とかを取り扱ってるね、メディアがあるんですけども、えー、そこにですね、湯富士玉の湯、えー、施設排水問題というのがありまして、まあ言ったらこの湯富士の玉の湯さんっていうとこと、まあ結構バチバチやり合ってると言いますか、えー、玉の湯さんからちょっと懲罰を求める陳情書を、えー、受けていると。 ただ、このデータマックスさん、この記事を取り上げている方は完全に高田さん寄りといいますか、えー、そんな感じになっていて、まあ、この排水問題というところを取り上げていてで、そこに高田さんが地域の声とかを聞いていて、そこを扱っている中で、玉根さんから、えー、高田さんに対して懲罰を求める陳情書が出されているっていう、今、そういった状況になっているんですけど、これ、データマックスさんとか、この問題ね、かなり特集みたいなのが組まれているんで、えー、それを見ていくと、多分高田さんの、ね、取り組みとかも見えてくるのかなというふうに思います。はいまあ、そういった方も1人、えー、加入されました。 っていうえー、ところですね。そしてえっと森川さんですね、えー、愛媛県の伊予市議会議員をね。務められている方なんですけども。もえー。この方は愛媛県のあの自衛隊の家族会の会長。 やられてている方になっておりもともと防衛大学で自衛隊に入っていて、まあ、その後は愛媛銀行行かれてで聖カタリナ学園高等学校の非常勤職員とかもやられていた方になっておりますでこの森川賢治さんも最初の選挙僕はですね、まあ、選挙の用品とかいろいろ取り扱っている選挙用品ドットコムさん ここのインタビューとかもね、えー、2017年に受けられておりまして、まあ、どういうふうな選挙活動をやっていたのかみたいなところもね、結構書かれていたりするんですけども、まあ、ここの方は、まあ、地域の推薦を受けていたりとか、あとですね、本当、個別訪問とかもかなり、えー、やられておりまして、でやっぱりもともと知り合いが全然いない中でやっていかないといけないと、まあ、そこで、まあ、それこそ愛媛県の自衛隊の家族会の会長やってるんで、まあ、自衛隊の OB の方とか、えー、そういった方々のなんかこの紹介とかも受けつつ、知り合いの知り合いと どどんどん読んでいって最終的に名簿とかもねなんか2000人ぐらいはもう集まったみたいなね、えー、ところもインタビューで、えー、語られてましたけども、まあ、とにかく個別訪問とかも徹底されていた。同じち ところにもう4回とかね、えー、訪れるぐらいも徹底されていたというそういった選挙戦を得られて、えー、当選された方に、えー、なっているというような、えー、形ですね、はい。そういった方が、えー、加入されましたと、はい、そして、えー、村田沙織さん、えー、兵庫県の淡路市の方ですね淡路市議員の方なんですけども、えー、改めまして今回日本保守の所属議員になりました若い世代のために頑張りたい思いでやっています、えー、フォローや応援メッセージありがとうございます精いっぱい頑張っていきまして今後もよろしくお願いしますというふうに書かれているんですけども。で この村田沙織さんって方は。 えーと元と看護師をえーやられていた方になっていて、それでですね、こちらがあの前回のこの市議選の時の選挙候補になるんですけども、赤ちゃんからお年寄りまで元気な淡路市というところで、子育てしやすい町へ、子ども医療費、高校3年まで無料化、大学への経済的支援、保育施設への拡充、若者が働きたくなる町へ、資格取得支援、中小企業への支援拡充、漁業、農業の活性化と、健康ジュムの日本一の町へというふうにですね、書かれておりまして、 まあの看護師で長年働き健康で長生きすることの大切さを実感していますえ日本の医療費は令和元年には43兆円を超えていますアージシでも14億を超えており今後も増大することが懸念されますということなんですけどもまあこの8名の中で一番じゃ えー、日本保守党じゃない人誰ですかって言われたら多分村田沙織さんに、えー、なりそうな,なんか一番このねあ日本保守党なんですかみたいな形でねあちょっと意外だなって思う方が多分村田沙織さんになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、あの村田沙織さんこういうね、まあ、看護師経験があって、まあ、将来の若い世代のために頑張りたい思い出やってる方が一人加入されたっていうような、えー、感じですねはい僕はちょっと検索したりとか見てる中で例えばこうねなんかそういう、えー、他の例えば あの小林さんみたいなこういうなんか上陸とかえそういったとこはやられて。 なんかね、投稿とか見えなかった、実際、過去どういう行動してたのか分かんないんですけども、えー、そういった方が、えー、新人の議員さんで1人入られましたというところですね。そして、えー、高橋議員ですね、秋田県の二カホ市議の方なんですけども、まあ、この方もですね、まあ、の秋田県のこう新聞とかにもね、こうインタビューとかも受けているような方で、元々市の観光協会の事務局長とかやられていたりとか、まあ、経営支援相談員とかもやられておりましたと、で本当に告示ぎりぎりのタイミングで、まあ、最初の選挙を出られた方になっていて、まあ、というのも、 女性の候補が1人もいないと、そんな中で女性の声も届けていかないといけないというところで立候補されて当選された方になっております。この方が1つ、今ニュースとかでも取り上げられているポイントがありまして、LGBT 理解増進における2回方針の方向性みたいなところを一般質疑でされておりましたと、それこそね、LGBT、トランスジェンダーでトイレの部分どうするんだという問題が今、いろんなところで。 結構ですね、賛否分かれている、えー、状況になっているんですけども高い年恵さんに関してもここもね、えー、ちょっと器具みたいなところも、えー、指摘されましたとはい、そしたらまあ、言ったらまあそこのトイレとかのところもまあ、認めるべきだっていう。 あの方から、まあ、高橋敏恵さんがこの質疑の中で、い、まあ、ったら埼玉県のデマの情報を、えー、引用して取り上げたと、これは何事だみたいな形で、まあ、そこのところからかなり批判をされているという、えー、状況になっておる方になっております。はいまあ、そこの、えー、一期の方が、えー、入られているという状況ですね。そして、えー、遠藤よしさんですね。はいえー、この方は、えーと 宮城県の七ヶ浜の町議を、えー、やられている方になっております。昔ですね、かなり、えー、ちょっと交通事故みたいなのがあって、まあ、そこからね、えー、やられているというような、えー、方になっているんですけども。はいでえっと 近代日本道と教育の、そう、教育直後の最高っていうですね、ところを訴えられていたりとか、あとで、ね、ビーチのこの清掃、まあ、クリーン作業みたいなところを、えー、かなりやっていたりとか、あと宮城県内のこう拉致被害者の奪還、まあ、ここをね、そういった活動などもやられている方に、えー、なっております。 さらに、ね、トライアスロンの協会の理事とかも、えー、やっていたりとか、まあそういったこともやられている方で、で、右がね、こう選挙候補になるんですけども、活動の見えない議員はいらないということで、美しい滋賀浜の守る活動を20年間続けていますて、えー、重点項目が、まあ高齢者の孤独死をなくす、えー、負担感を感じさせない行政の策。 子国の宝であり、滋賀浜の宝、給食は教育の一部である、避難所対策の再建度とか、そういったところも訴えられているというところで、きれい事より行動をというところも訴えられている方、こちらの計8名が今回、加入されたというところですね。もともと1人、地方議員、小坂栄二さんということで、荒川区議、新進党のもともと本部職員で、いろんな国会議員の秘書とかも得られていて、そして最初の選挙が保守新党というですね政党で荒川区議選で初当選。 当選されてもロッキーとかも詰、えー、められていた方になっているというところですね。で先ほど言いましたけども、えー、この小坂さんも尖閣諸島の魚釣島に上陸されていた、えー、方になっていて、2023年に関しては6位で当選されている銀座がいるという、えー、状況ですね。はい。まあ今ちょっとざっとですね。 まああのーまあ、初期面ということで、僕もねえ一人一人ちょっと調べて、えー、取り上げさせていただいたんですけども、まあ、今後え、どれぐらい日本保守が地方議員増えていくのか、まあ、それこそ参政党とかもね、かなり地方議員とかも増やしていて、なんか今こう、党のところでね、ごたごたみたいなところが、えー、結構ね、こう上の方であったとしても、なんだかんだこう地方とかでもう根付いて当選をね、まあ、毎週しているという状況の中で、まあ、日本保守としても、まあ、現少がどれぐらい通っていくのか。はい そして、まあ、現職議員さんがじゃあ次の選挙で日本保守に出たときに当選するのかどうか、まあ、ここもね、一つ注目な、えー、ポイントなのかなと、結局、議員さんで当選するところにどんどん、ね、増えてきたりとか、当選しなくなってくると結構離れたりみたいなところもね、まあ、過去の歴史とかでもあったりするんで、まあ、今後そこで当選者を増やすのか、まあ、最初ね、ね、えー、現職議員外でいくと、まあ、この前は取り替えました愛知県の壁南市議選。ここはね、初めて、えー、日本保守の公認、 候補が出る予定だというえー、ところになっておりますので、まあ、そこもちょっと注目なのかなと思っております。ということで、えー、今後も取り上げていきたいなと思います。えー、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。